どれくらいの値打ちがあるだろう。僕が今生きてるこの世界に全てが無意味だって思える。ちょっと疲れてんのかな。手に入れたもんと生き返りして、切り捨てたいくつもの輝き、いちいち憂いていれるほど平和な世の中じゃないし、一体どんな理想を描いたらいい、どんな希望を抱き進んだらいい、答えようもないその問いかけは日常に込められてく。君がいたらなんて言うかな、暗いと茶化して笑うのかな、その柔らかな笑顔に触れて僕の憂鬱が吹き飛んだらいいのに。決して捕まえることのできない花火のような光だとしたって、もう一回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 、僕はこの手を伸ばしたい。誰も皆悲しみを抱いてる、だけど素敵な明日を願っている。臆病風に吹かれて波風が立った世界を、どれだけ愛することができるだろう。考えすぎで言葉に詰まる、自分の不器用さが嫌い、でも妙に器用に立ち踏まう、自分はそれ以上に嫌い。笑っていても泣いて過ごしても平等に時は流れる、未来が僕らを呼んでる、その声は今君にも聞こえてますか。もう一回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 、何度でも君に会いたい。巡り会えたことでこんなに世界が美しく見えるなんて想像さえもしていない。単純だって笑うかい、君に心からありがとう言うよ。滞らないように揺れて流れて、透き通ってく水のような心でやれたら、「波風が立った世界を」